やはり雪で潰れてしまうのでしょうか。はい、皆さんこんにちは、アイズチャンネルです。今日はちょっとね、車で走っていると目についた神社があったので寄ってみました。でそれがここなんですけども、神明神社と書いてあります。大法院不動尊というものかなと書かれていますね。大変こう敷地の広い立派な神社なので目に留まったんですけども、立派な門ですね。はい、それでは行ってみましょう。立派ですね。お邪魔します。不動堂と書いてあります。こちらにもね、道があるので行ってみましょう。そしてこの林の中、森の中というのがすごいこう雰囲気のいいところです。あ、こちらにも何かありますね。あ、正しい道はこっちだったのかもしれません。こっちの方にこう参道のようなしっかりとした道があります。
僕が来たのは下の神社から脇道を通って来る道でしたね。はい、こちらには先ほどより若干小さめの神社があります。こちらが神明神社と書いてあります。石造りの祠がたくさん並んでいます。すぐ横には川が流れていました。小川ですね。とてもこの川の音というのはのどかな感じがします。川のそばには何か小屋のようなものが建っていますが、何の小屋でしょうね。使っていないようです。で、そしてこの川を抜けていくと、これは立派な建物なんですが、もうほとんどこう屋根が曲がってしまって、ちょっともう潰れそうな感じになっています。そしてこちらはもう潰れちゃってますね。やはり雪で潰れてしまうのでしょうか。雪国の木造の建物というのは、大雪が降るとね、その雪の重みで、倒壊してしまうっていうことがね、多いので、おそらくここも、これは小屋かな、この小屋もそんなような状況かと思います。そうですね、小屋のような作りですね。こちらは神社の関連の建物なのかちょっとわからないんですけども、今はね、誰も住んでいらっしゃらないようです。本当にこう屋根の軒先がすべて潰れてしまっていて、かなりの雪が降るんでしょうね、この辺りも。それにしてもね、静かに佇む立派な神社ということで、何かね、こう歴史を感じる場所でした。はい、それでは今回は
大法院不動尊、そして神明神社へ来てみました。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。